キセル芥川龍之介家衆石川郡金沢城の城主前田成宏は参勤中江戸城の本丸へ渡城するごとに必ず愛用のキセルを持っていた。 当時有名なキセル賞、住吉屋七兵衛の手になった「金麦寺に剣梅鉢の門じらし」という隙を凝らしたキセルである前田家は幕府の制度によると五世鏡の神綱則以来大楼か詰めで赤字はよいよ力水三家の次を占めているもちろん裕福なことも 当時の大商名の中で肩を並べる者はほとんど一人もいないだからその当主たる成弘が金無垢のキセルを持つということはむしろ身分相当の装飾品を持つのに過ぎないのであるしかし成弘はそのキセルを持っていることを甚ははだ得意に感じていた「もっとも断っておくが彼の得意は決して キセルそのものをどんな意味ででも哀願したからではない彼はそういうキセルを日常を口にしうる彼自身の勢力が他の諸行に比して優越なゆえんを喜んだのであるつまり彼は家衆百万石が金木のキセルになってどこへでも持っていけるのが得意だったと言っても差し支えない そういう次第だから、成弘は途上している間中、ほとんどそのキセルを話したことがない。人と話をしている時はもちろん、一人でいる時でも、彼はそれを海中から出して、応用に口にくわえながら、長崎タバコか何かの匂いの高い煙を、必ず悠々と食いらせている。もちろんこの得意の心持ちは、 キセルなりそれによって代表される百万石なりを人に見せびらかすほど増長万な性質のものではなかったかもしれないが彼自身が見せびらかさないまでも電柱の注意は明らかにそのキセルに集中されている感があったそうしてその集中されているということを意識するのが成宏にとってはかなり愉快な感じを与えた 現に彼には同席の大名に「あまりおキセルがお見事だからちょいと拝見させていただきたい」と言われたあとでは飲み慣れたタバコの煙までがいつもより一層快く舌を刺激するような気さえしたのである。2成広の持っている金麦の着キセルに目を驚かした連中の中で。 最もそれを話題にすることを好んだのはいわゆるお坊主の階級である彼らは夜と触ると鼻を突き合わせてこの加賀のキセルを材料に得意の饒舌を戦わせた「さすがは大名道具だて同じ道具でもああいうものは潰しが利きやす」「七に置いたら何両貸すことかのう」 気候じゃあるまいし、誰が七になんぞ置くものかざっとこんな調子であるするとある日彼らの五六人が丸い頭を並べて一服やりながら例のごとくキセルの噂をしているとそこへ偶然オスキア坊主の高知山宗春がやってきた後年天保六花山の中の 主なロールを務めることになった男であるふん、<laughs> また着せるか高知山は一座の坊主を尻目にかけて空うそぶいた「堀といい地金といい見事なものさ銀の着せるさえ持たぬこち虎には見るも目の毒」調子に乗っていた両鉄という坊主がふと気が付いてみると 宗春はいつの間にか彼のタバコ入れを引き寄せてその中からタバコを詰めては悠然と煙を輪に吹いている。おいおい、それは気功のタバコ入れじゃないぜ。いいってことよ。宗春は両鉄の方を見向きもせずにまたタバコを詰めた。そうしてそれを吸ってしまうと生あくびを一つしながら タバコ入れをそこへ放り出して「ええ悪いタバコだ」「キセル好みが効いてあれるぜ」「両鉄は慌ててタバコ入れをしまった」「何金麦のキセルならそれでもちょいと飲めようというものさ」「ふッまたキセルか」と繰り返して「そんなに金麦がありがたけりゃなぜ 起きせる配領そうよ。さすがに両鉄も相手の傍若無人なのに呆れたらしい。いくらお前わしが欲張りでもせめて銀ででもあれば格別さ。とにかく金麦だぜあのキセルは。知れたことよ。 んなららばこそもらうんだ。心中の打録を廃稜に出るやつがどこにあるだがそいつは少し恐れだで。両鉄はきれいに沿った頭を一つたたいて恐縮したような身振りをした。てめえがもらわざ俺がもらう。いいか後でうらやましがるなよ。 高知山はこう言ってキセルをはたきながら肩をゆすってせせら笑った3それから間もなくのことである成広がいつものように電柱の人まで煙草をくゆらせていると西洋帽を描いた金武蔵が静かに開いて黒手の木八状に 黒の門付きの羽織を着た坊主が一人うやうやしく彼の前へはって出た顔を上げずにいるので誰だかまだわからない成弘は何か用ができたのかと思ったのでキセルをはたきながら管轄に声をかけた「何用じゃ?」「へえ早春お願いがございまする。 高知山はこう言ってちょいと言葉を切ったそれから次の言葉を言っているうちにだんだん頭を上げてしまいにはじっと成弘の顔を見つめ出したこういう種類の人間のみが持っている一種の愛嬌をたたえながら蛇が物を狙うような目で見つめたのである 別にでもございませんがそのお手元にございまするおキセルを手前「拝領いたしとうございまする」。成弘は思わず手にしていたキセルを見たその視線がキセルへ落ちたのと高知山が追いかけるように言葉を継いだのとがほとんど同時である「いかがでございましょう配慮を仰せつけられましょうか」。 宗春の言葉のうちにあるものは根性の情ばかりではないお坊主という階級があらゆる大名に対して持っている威嚇の意もこもっている煩雑な天候を尊んだ殿中では天下の紅白もお坊主の指導に従わなければならない成広には一方にそういう弱みがあったそれからまた一方には 対面上「麒麟」の名を取りたくないという心持ちがあるしかも彼にとって金麦のキセルそのものは決して得難い品ではないこの二つの動機が一つになった時彼の手はおのずからそのキセルを高知山の前へ差し出した「おお、取らす持ってまいれ」 「ありがとうございまする」「宗春は金無垢のキセルを受け取るとうやうやしく押しいただいてそこそこまた西王墓のふすまの向こうへ引き下がったすると引き下がる拍子に後ろから袖を引いたものがある振り返るとそこには両鉄が薄いものある顔をにやつかせながら 彼の手のひらの上にある金墨のキセルを物欲しそうに指さしていた「こう見や」高知山は小声でこう言ってキセルの眼首を両鉄つの鼻の先へ持っていった「とうとうせしめたなだから言わねえこっちゃねえ今になって羨ましがったってあとの祭りだ今度は」 わしも配慮と出かけよう。へっご勝手になせえました。高知山はちょいとキセルの目方を引いてみてそれからふすま越しに成弘の方を一瞥しながらまた肩をゆすってせせら笑った。ではキセルを巻き上げられた成弘の方は。 不快に感じたかというと、必ずしもそうではない。それは、彼が下場をする際に、いつになく機嫌の良さそうな顔をしているので、友の侍たちが不思議に思ったというのでも知れるのである。彼はむしろ、早春にキセルをやったことに、一種の満足を感じていた。あるいは、キセルを持っている時よりも、その満足の度は。 大きかかったかもしれないしかしこれは至極当然な話であるなぜといえば彼がキセルを得意にするのは前にも言葉ったようにキセルそのものを愛願するからではない実はキセルの形をしている百万石が自慢なのであるだから彼のこの虚栄心は 金無垢のキセルを愛用することによって満足させられるのと同じようにそのキセルを惜しげもなく他人にくれてやることによってさらによく満足させられるわけではあるまいかたまたまそれを高知山にやる際に幾分外部の事情に強いられたようなところがあったにしても彼の満足がそのために少しでも存ぜられることなどはないのである そこで成広は本郷の屋敷へ帰ると勤重の侍に向かって愉快そうにこう言ったキセルは早春の坊主に取らせたぞよ5。これを聞いた家中の者は成広の公領なのに驚いたしかし 御用部屋の山崎勘左衛門お難度係の岩田蔵之助お勝手方の神木九郎右衛門この三人の役人だけは思わず眉を潜めたのである家衆一般の経済にとってはもちろん金無垢の着せる一本の費用くらいは何でもないが亜作錯二十八日の途上の旅に 必ずそれを一本ずつ坊主たちに取られるとなると容易ならない資質であるあるいはそのために運情を増してキセルの入り目を償うようなことが起こらないとも限らないそうなっては大変である3人の忠義の侍は皆言い合わせたようにそれを未然に恐れたそこで彼らは 早速評議を開いて前後作とにいっ,ってももちろん一つしかないそれは「キセルの地金を全然変更して坊主どもの欲しがらないようなものにすることである」がその地金を何にするかという問題になると岩田と上木とで互いに意見を異にした。 岩田は「君公の対面上銀より卑しい金属を用いるのは異なものである」という上木はまた「既に坊主どもの抑止を防ごうというのなら真鍮を用いるのに越したことはない今さら対面を考慮するごときは姑息の剣である」という2人はおのの自説を固守して極力論爆を試みた。 すると老厚な山崎が「両説とも至極道理がある」がまず一応銀を用いてみて「それでも坊主どもが欲しがるようだったらその後に真鍮を用いても遅くはあるまい」という折衷説を持ち出したこれには二人とももちろん意義のあるべきはずがないそこで評議はとうとう また住吉や七兵衛に命じて銀のキセルを作らせることに一決した六成広は次来途上するごとに銀のキセルを持っていったやはり剣梅鉢の門じらしの成功を極めたキセルである彼が身長のキセルを 以前ほど得意にしていないことはもちろんである第一人と話をしている時でさえめったに手に取らない手に取ってもすぐにまたしまってしまう同じ長崎タバコが金垢のキセルで飲んだ時ほどうまくないからであるがキセルの地金の変わったことは一人成広の上に影響したばかりではない 三人の中心が予想したた通り坊主どももの上にも影響したしかしこの影響は結果において彼らの予想を全然裏切ってしまうことになったのであるなぜといえば坊主どもは金が銀に変わったのを見ると今まで金無くなるがゆえに遠慮していた連中でさえ先を争って起きせる配慮に出かけてきた。 しかも、金無垢のキセルにさえ愛着のなかった成広が、銀のキセルをくれてやるのに、未練のあるべきはずはない。彼は壊れるままに、惜しげもなくキセルを投げてやった。しまいには、途上した時にキセルをやるのか、キセルをやるために途上するのか、彼自身にも判別ができなくなった。少なくとも、なったくらい。 であるこれを聞いた山崎岩田神木の三人はまた守備を集めて評議した「こうなってはいよいよ神木の検索通り心中のキセルを作らせるよりほかに仕方がない」そこでまた例のごとく名が住吉や七兵衛へ下ろうとしたちょうどその時である。 一人の金獣が成宏の胸を伝えに彼らのところへやって来た「午前は銀のキセルを持つと坊主どもの所望がうるさい以来従前通り金のキセルにいたせと仰せられまする」三人はあ然としてなすところを知らなかった「七」。 高知山宗春は他の坊主どもが先を争って寧宏の銀のキセルをもらいに行くのを傍ら痛く眺めていたことに両鉄が八咲の途上の説か何かに一本もらって嬉しがっていた時なぞは持ち前のかんい声で頭から「バカめ」を浴びせかけたほどである彼は決して 銀のキセルが欲しくなないいわけではないが他の坊主どもと一緒になって同じキセルの跡を追いかけて歩くにはあまりに金箔がつきすぎているその高慢と欲とのせめぎ合うのに苦しめられた彼は「今に見ろ俺が鼻を沸かしてやるから」という気で何気ない体を装いながら油断なく 成広のキセルへ目をつけていたするとある日彼は「成弘が以前のような金無垢のキセルで悠々とタバコをくゆらしているのに気がついた」が坊主仲間では誰ももらいに行くものがないらしいそこで彼は檻から通りかかった両鉄を呼び止めてそっと顎で成弘の方を教えながらささやいた。 また金麦になったんじゃねえか。両鉄はそれを聞くとあきれたような顔をして宗春を見た。いいかげんに欲張るがいい銀のキセルでさえあのとおりねだられるのになんで金麦のキセルなんぞ持ってくるものか。じゃああれは何だ真鍮だろうさ。宗春は肩をゆすった。 辺りをはばかって笑い声を立てなかったのである「よし真鍮なら真鍮にしておけ俺が廃領と出てやるから」「どうしてまた金だと言うんだい?」「両鉄の自信は怪しくなったらしい」「てめえたちの思惑は先様ご承知でよ真鍮と見せて実は金無垢を持ってきたんだ」 第一百万石の殿様が真鍮のキセルを黙って持っているはずがねえ早春は口ばやにこう言って一人成宏の方へやっていったあっけに取られた両鉄を例の聖王母の金武蔵の前に残しながらそれから半時ばかり後である両鉄は また畳廊下で高知山に出っくわした「どうしたい早春一見は」「一見たなんだ?」両鉄は下唇を突き出しながらじろじろ早春の顔を見て「とぼけなさんな」「キセルのことさ」ん「うんキセルかキセルならてめえにくれてやら」高知山は、 懐から黄色く光るキセルを出したかと思うと両鉄の顔へ放りつけて足早に行ってしまった両鉄はぶつけられたところをさすりながらこぼしこぼし下に落ちたキセルを手に取った見るとケンウメバチのもんじらしの隙を凝らした真鍮のキセルである彼はいまいましそうに それをまた畳の上へ放り出すと白旅の足を上げてこの上を大行に踏みつける真似をした八それ以来坊主が成広のキセルをねだることはぱったり後を絶ってしまったなぜといえば成広の持っているキセルは真鍮だということが 早春と両鉄とによって一同に証明されたからであるそこで一時真鍮のキセルを金と偽って成宏を欺いた三人の中心は協議の末再び住吉や七兵衛に命じて金墓のキセルを調整させた前に高知山に取られたのと寸分も違わない剣梅鉢の紋じらしのキセルである 広はこのキセルを持って内心坊主どもにねだられることを予期しながらようとして途上したすると誰一人配慮を願いに出る者がない前に同じ金目のキセルを二本までねだった高知山さえじろりと一別を与えたなり小腰をかがめていってしまった。 同席の大名はもちろん拝見したいとも何も言わずに黙っている成広にはそれが不思議であったいや不思議だったばかりではない姉妹にはそれがなんとなく不安になったそこで彼はまた高知山の来かかったのを見た時に今度はこっちから声をかけた「早春」 キセルを取らそうか。「いいえありがとうございますが手前はもう以前に頂い,いておりまする」「早春は成広が翻弄するとでも思ったのであろう丁寧な言葉のうちに鋭い好奇を込めてこう言った」「成広はこれを聞くと不快そうに顔を曇らせた」 長崎煙草の味も今では口に合わない急に今まで感じていた百万石の勢力がこの金無垢のキセルの先から出る煙のごとくたあいなく消えてゆくような気がしたからである古老の伝えるところによると前だけでは成弘以後成康も吉康も キセルはみな真鍮のものを用いたそうであることによるとこれは金無のキセルに懲りた成弘が子孫に異界でも垂れた結果かもしれないお相手は久保田ひとしでした